本当にサポーターの皆さん、ファンの皆さんには本当にご心配をおかけしたことについては本当に申し訳ないと思っています。ただもう選手もね、素晴らしい選手がいる中で、やはり今までの試合の、改善点、そういうものを今日もミーティングの中で明確にした中で、選手もと共有をして、まあ、今日初日の練習の中で、まあ、もう次京都戦があるんでね、まあ、そういう中でたくさんのことはできない部分で、まあ、今日は守備の部分を集中的にこうトレーニングの中に取り入れてやったんですけれど、まあ、今日やったからってすぐゲームへ出るかどうかっていうのはこれはまた違う部分があるんですけれど、まあ、最善がで今の選手たちが、チーム勝利に向けてね、一つになって戦ってくれると思いますんで、ぜひ、応援をよろしくお願いしたいと思います。やはりポジション修正、やっぱりボールの状況変化にでポジション修正でできればボールサイドを同数へ持ってけて、なおかつその中で奪うっていうことができるような、もう選手的にはもう必ずできると僕は思ってるんで、まあ、そういうところがちょっとおろそかになって、人はいるけれど失点をしてしまうみたいな状況、人はいるけれど局面を打開されてしまう、そういったことも非常に多く感じられたんで、まあ、そこら辺を、改善を少しずつでもしてきながら、なおかつ攻撃の方も、動きの中でサッカーをやらなきゃいけない、ポジションのお互いの距離感バランス、そういった部分も踏まえて、改善を図っていきたいなと思ってます。ボール状況、ボールがフリーにしてしまえば守備の部分でいくと、非常にボールサイドあるいは最終ラインも含めて守備がしづらくなるはずなんですよね。だからやはりしっかりボールへ規制をかけて、まあ、一番いいのはオフからオンのところでボールを奪うということができれば一番いいんですけれど、まあ、できなければしっかり規制をして、やっぱり限定をすることによってボールサイド、逆サイドあるいは最終ラインがボールの予測ができるんですよね。そういった部分でやっぱり周りの人間が守備しやすいような状況を一人一人が努力をするということが大事かなと思います。攻撃の判断をしっかり持った選手を優先で考えながら、やっぱり、レギュラーチームっていうかレギュラーの選手たちがやっぱり周りの選手にね、あ、こういうサッカーっていう部分で見せられるような、でいい刺激を持って全体が底上げできるような環境づくりがいいかなと僕は思ってるんですけど、いろんな問題とある中でもやっぱり我々はプロですので、選手もそこは自覚してると思います。やっぱり勝利というもの、これにこだわって戦いたいなと思います。